今回はちょっと先輩が部活辞めるドッキリを仕掛けていこうと思います。でこれ実際は僕ちょっとほんまにちょっと家庭の事情で1週間ちょっと実家帰らなあかんのがあって、それはもう普通に監督にも言ってやって、もうちゃんと1週間も部活休むんですよ。それは1年にはちょっとやめるわって言って、1週間僕がほんまにおらんくなったらあいつら信じるんじゃないかっていう、そういう動画に、はい、なってます。はい、部屋に入ってきました。まあ、当然これ、4日目なんで、僕は実家帰ってるんで、この時は。僕はいません。はい。お待ちせん。こいつ、俺がおらんこと受け止めきれてないやん。お待ち先輩。お待ち先輩。返事してくださいよ、お松先輩。いや、ちょっとやりすぎましたね。ちょっとこんだけ思ってくれてるなんて思ってなかったんで、ちょっとうわ、やりす、心痛いっす。でほんまにごめん、申し訳ない。返事してくださいよ、お松先輩。ん、何、誰、え、あれ、おま先輩、待ちでも今からコンビニ行こうと思ってるんですけど、なんかいりますか？ちょっと待って、どういうこと、どういうことですか？え、あー、ええよ、これは。あ、いいですか、ありがとう。おま先輩にはいつもお世話になってるんで。待ちでも、はい、どういうことですか、これ。え、で、よくわからん。え、誰やねん、こいつってか。コンビニ行ってくるんやったら、ちょっと気をつけていいや。あ、ありがとうございます。ちょっと待ってください、これ、え、待って、パニック、ちょっと待って、どういうこと。ちょっと一回整理しますね。僕がいなくなって実家帰って消えました。でその次の日、1日目から僕の偽物が住んでるってこと、これ。てかもう、お松先輩、前急に辞めるとか言い出すからびっくりしました。ね、ごめん、あれは冗談や。誰、ほんまに頼みますよ。なんやねん、これ。見せれんのか言うてんねん。お前のこと応援してる父ちゃん母ちゃんに今の姿見せれんのかなあ。いや、答えろや。いや、じゃあ何でやれ。おい、お前が何や、練習ザブリ出して俺知らんよなあ。関係あれ、でも邪魔せんといてくれ。違うか、なる。そんなの別だ、俺が練習中邪魔せんといてくれ。はい、一年坊ちゃんだけ、はい、見せてくれや、はい、邪魔、行け、はい、行け、行け。行け、行け。いやでも先輩
前良かったっすね、今日。ああ4ホーマーに8ファインプレー。ああ、余裕やろ、あのセンスやで。良かったっすね。うん、俺じゃ普通やな。そうや、先輩、監督先ちょっと来て言うて呼んでましたよ。バラバラめんどくせ。おげ、はい、うわ了解です。はい、ナゾムラ。あ、ほら、もう見て分かっとった。なる。はい、打つやろな。あ、だから起用したんやけどね。ナイスナイス。ほら、もう3日前ぐらいから分かっとった。なる。あ、ナイス、期待に応えてくれてありがとう。でな、まあ2試合目から、もうすぐ白井も送るし、一応まあ、白井はな、使うけども、まあ、あいつ病み上がりやから、もしかしたらっていうので、寝るためな、いつでも出れるスタンバイだけよろしく。はい、はい、はい。すごいすぎやろ、そっち。先輩やばいです。ミーティング始まってます。カチッ。なるほど。入って思います。はい、それぞれかな、個人の課題とチームの課題、その2つとも意識しながらな、処理を取る感覚でやっていきたい。そうだ。出ろ。そうだ。ちょっとこんなクダも。やば。出ろ。なるなる。邪魔。いい感じやねん、チーム。邪魔せんといてくれや。さっきの1試合目もチームの課題の先制点しっかり決めてな。バブル乗っとんね、俺たち。邪魔せんといて。お前から謝らんでいいから出ろ。邪魔です。はよ。お疲れ様でした。はい、はい、お前らな、しっかりと心入れ替えて集中して、まあ、練習や言うても、しっかりと取り切る。何よりも、先手一勝な。一番白いでいくから、しっかりとそこを心がけながらやっていきましょう。はい、ミーティング終わってみんな帰ってますよ。うん、はい。あ、あと先輩、監督さんが来い言うて呼んでました。なるなる。はい、何ですか。お前、野球人か。はい。野球人やったら野球で見せてみろ。ボールが1球ある。先生がトスしたボールを1球でホームランすることできたら入れたろ、練習に。どや。意味わかんないんですけど、なんなんすかそのやり方。わけわかんないんですけど、なんでそんなやらなかんの。全然やる気起こんないんですけど僕。もしお前が1球でホームランすることができたら1ヶ月間朝練しなくていい。
先生も野球人や。結果出したお前を迎え入れよう。約束は守る。監督のアドバイスで出ました。また一から頑張るね。お願いします。よしおはようございます。待てお前。はい。お前最近外で何しとって。外？いや、こっちで全然。嘘つけ。いや、一年坊主に監視役させてや。見えとんねん全部。ゆる。すいません。今チームええ感じやね。お前みたいなゆるキャラはいらない。出ろ。だらだる。ほんで、一応1年規則言うとくわ。はい。1年寮で守らなあかん規則があるから。はい。まず電子レンジ禁止。なるなる。もう早くはなあかんから1年は。そんなせんとパッパ食えみたいな。とりあえず味わうとかない1年。なる、うん、もうとりあえずスピード勝負。で、何やったっけな。あ、調味料禁止。なるなる。これも、要は先輩の分なくなったあかんから1年はもう調味料とかかけずにそれも早く食えみたいな、うん、もう飯は基本的に勝負。はい、OK。 で、あと笑顔禁止。なる、うん、1年は基本的に気抜いてたらあかん、うん、まあ、特に先輩で喋ってるぐらいはいいけど、それ以外はもう先輩から話しかけられて喋るときはいいけど、それ以外は基本的にはもう静かに先ほど息を殺す感じ。 OK。 気抜かずにやっていく感じやから、はい、そこしっかり徹底して、はい、戻っていく感じ。うれっす。じゃあ行きますか。行きます。まだもうちょいしてた。あ、はい。じゃあごめん、ちょっと使ってきてくれ。あ、わかりました。ごめん。まあ今みたいな感じで、先輩のジュースとか買うのも、役目、1年の。はい。営業マンみたいな。ちょうど。終わらんのよ。はい。OK。ほんならせっかくやし、どうする？いい機会やし、行け練習で行く？なるほど。コンビ分かるやんな。あ、すぐ。行ってね。あ、分かりました。行ってきます。はい。お前がいて。なるほど。僕っすか。うん。じゃあ、足がそんなの見えねん。あ、分かりました。じゃあ、あんま調子乗んない。なるほど。あ、すいません。あれじゃあちょっとあれやけど、あ、部屋で、はい、部屋の反対で、はい、うん、分かりました。いいよ、先行って。はい、失礼します。はい、行こうか。まあ今日はね、練習に入る前に少しだけ、まあ残念なお知らせがあります。はい。うん、まあ1年生がな、3日前に無事全員、うん、入学を終えて、入学式を終えて、正式に入部という形になって、まあ、3日目。新体制新チームで、これからやっていこうかという、うん、そういうタイミングではありましたが、まあこればっかりはしょうがない、まあ、みんなもなうすうすもお気づいとるとは思うけども、な1年生の入りだったらな、なんや、なあの子が、まあ、このタイミングでチームを去ることになりました、うん、まあこれはね、悪いお知らせというよりかは残念なお知らせ。我々はな、
重く受け止めて前に進むしかしょうがない。それぞれの道があるからね。ほんならちょっと自分の口で最後挨拶だけしなさい。おはようございます。いいです。本日をもちまして校内警部を辞めることになりました。短い間でしたが今までありがとうございました。僕は辞めてからもこの野球部を応援し続けるのでこれからもよろしくお願いします。はい、立派なスピーチでした。まあな、君が、さっき言ってくれた辞めてからも応援してくれるっていうその言葉すごく嬉しいし、逆もそうや。我々野球部もチームを去ってもな、君の今後を応援してます。お前もな、まあそれぞれでもね、1年とかはな仲良くなっとるやろから挨拶とかはな済んであると思うけども、チームを去っても仲間友達であることは変わりないからな。いつでも顔見せにおいで。ありがとうございます。うん、もう今日で練習も今日は参加せずにね、もうこれを最後に一旦実家の方に戻れな。そうですね、実家から大学に通う形か。通いになります。っていう形になるから、まあ学校とかやったらまた普通にな、別に別れやないわ。大学とか会えるからな、はい、OK、ありがとうな。ありがとうございました。はい、じゃあ先生も今日はね、仕事でもう申し訳ないけども帰るから練習しっかりとやっていきましょう。はい、じゃあ解散。はい、練習しっかりね。ありがとうございました。もう一くん。うん、これはもう一くん決めたことです。もう野球やめるんやったらどうするか、ちょうだい。送ってもらったら全部ないよ。まあこれまだ何も書かれてへんし。いやもういらんよ。もういらんよ。こんなんもらっとってくれよ。あれよ、もらっとくわ。これはほな、頑張ってな。ありがとう。お前頑張ってな、これから野球頑張るわ。応援してんの、お前も。ありがとう。じゃあね、またバイバイ。練習しようか。お前だってよ。オッケー、ありがとう。おい、ウリゾーさん、お前らあいつのこと引き止めたん？いや、引き止めてないです。後輩パシたり練習サボったりする先輩とか、仕事的に1年とかやり仲間見捨てるやつが一番クズやから。ありがとうございます。先輩、なんか A チーム試合終わって今から監督来るらしいです。そんな。Oh, yeah?
何してんの。実家にあったゲームボーイアドバンスします。くそ懐かしいやん。監督後編からいいかなと。いやすごい、お前も分かってない。ちょ、一回見してみてみて。はい、めちゃくちゃやな、これ面白いですね。バリ懐か、俺バリあったもん、これ。え、めっちゃええ。夏。なんかないんか、お前から。黙って突っ立ってるんだ。すいません。チームはめっちゃ楽しみでした。乱すとか、そんな次元ないよ。今な、チームええ感じやねん。なる。気合入れてやっていこうや。全体で引き上げてやってってんね。一年坊主なんかお前消えるでやっとるやろ。なんでお前みたいな3年間足いっぱいね。そんな言うのに遊び道具持ってきてや戦いの場に持ってくんな。そんなもんじゃ OK、 もういらない。なる。お前みたいな言うのはチームの害悪。なるなる。邪魔。なるなる。な、聞いてる？はい、聞いてます。邪魔、害悪、映画にしてくれ。おら、もう帰れ。なるなる。もう いられるだけで邪魔、士気が下がる。帰れ。わかりました、帰りますよ。おや？まず相手を尊重する挨拶。何を今さらな、お前らそこでいかにこう自分のモチベーションを保ちながら、うん、それぞれ部員それぞれに、気配りをできるか、うん、それがチームとして支え合いとしてはすごく大切になってくるから、そこ。おや？そしてみんなとの居場所をきれいにする行為。あ、すまんすまんな、そこを意識してな、しっかりと一日一日練習を積み上げていく、その意識でなやっていこう、うん、はい、グーッと落とせよ体勢。そうそうそう、はい、気抜くな。おや？最後に自分より弱い人を守ることや。あいつ2年前の行動の意味、まさか思い出したんか。どこ行ってよ、俺の子役。みんな臭いな。どこ行ってん、マジで。お、これか。何を今さら。お前ゴミかよ。なんかとか来ちゃう。ガチでないやん、500円もったいないって。もな、お前らそこでいかにこう自分のモチベーションを保ちながら、うん、それぞれ部員それぞれに、気配りをできるか、うん、それがチームとして支え合いとしてはすごく大切になってくるから、そこ。おや？おや？分かった、あった。あ、すまんすまん。
な、そこを意識してな、しっかりと一日一日練習を。そんなんじゃ全然あかん。もっともっともっとこの肘の脇をもっと締めて、ここにあいつの、あの監督の、監督の顔面があると思って思いっきり縛く感じで。いけ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 。あいつ2年前の行動の意味、まさか思い出したんか。そこをね、それぞれが意識していく、そんな練習に、明日から、やっていきましょう。 OK。 はい、はい、最後にキャプテン、何かありますか。はい、まず今日は練習を舐めている3年生がいてとても残念やった。なる。1年生たちにはほんまに申し訳ない。おいお前。はい。お前に言うてるやつ編成。なるなる。はい。俺は1年の頃からずっとレギュラーで活躍してるお前を見てほんまに悔しかった。これは俺だけじゃない。俺らの代みんながレギュラーで活躍している姿を見て悔しい思いをした。でもそれだけじゃない、期待もしてた。こいつならきっと俺が2年経ってこの前に休むか。えらい差がついたの。俺はキャプテンでお前は落ちこぼれ。お前がサボってる間にも俺はずっとチームのことを常に考えて動いてきた。きっと監督はそんな姿を見て俺のことをキャプテンに任命してくれたんやと思う。あ、違う。あれ、あ、違うよ、それは。違うって。うん。ね、君やの、名前がちょっと覚えにくいから。で、キャプテンにしといてな。覚えんでや、キャプテンって呼べるし。うん、それだけ。なる。そこだけ勘違いないな。はい。頑張って、チームのことをちょっと。ま、みんな見てたんですけど、まあ、あんまりどうでもいいっていうか、きつそうやんな。あ、はい、そうですね。はい、誰？あ、監督です。あれ？え、監督さん？はい、な、あの、来週あたりにあの、黒船いうのでペリーさんが来はるみたいで、しっかり挨拶するようにとのことです。でも部活もオフにするかいうのはあったけども、そんなふにゃけた考えはいらない言うて、しっかり断っておきまして。なるなる。こっちが練習しないといけませんので。マジか。はいはい。